え、俺さ、これ今 Q シートで目に入って見たんだけどさ、うん、あの15周年の記念本の出版が決定して、はいはい、オードリーのオールナイトニッポントーク傑作選2019-2020に、うん、さよならむつみそそして編なんだけど、へいへい、これなんかにインタビューで、うん、成田凌さん知ってくれてんの？俺も全然聞いてなかったんだけど、ね、すごくないこれ。そう、いやいやいや、うん、もちろん私もね知らなかったけども。向井くんとあとパンサー、ね、向井くん、うん、あの日向坂、これ言っていいの、これ言っていいの、日向坂キャプテン、うん、加藤氏、松田好乃、はいはいはい、キャプテンと松田好乃は聞いてんの知ってるけど、加藤氏って聞いてんだね。聞いてるのよ。あ、そうなの？加藤氏からこの本出ること聞いたからね、私。あ、そうなの？この間さ、収録の時にさ、おうおうおう、カメラ回る前ね、バーッと加藤氏が来て、なんか、うん、たまに来るじゃん。加藤氏で。俺のとこには来ないけど。そう。なんかニヤニヤしながら来てさ、つって、この間のインタビュー受けてきました、つって。あ、なんのっすって。オードリーの、オードリーさんのオールナイトニッポンの本の、つって。えっつって、うん、本出すのっつって言って、うん、そこでさ、あ、すいませんみたいな、うん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 、言っちゃいけない、いや言っちゃいけないことはないと思うけど、うんうんうん、私が知らなかっただけよなんつっていう話はしたのよ、うんうん、なんか聞いてるんだって。え、あと、あと、うん、暴れる君、暴ちゃんって聞いてないでしょ。暴れる君なんて暴ちゃん聞いてないでしょ。暴ちゃんこのラジオ聞いたって、うん、暴ちゃんには何の得もないだろう。だってお得もないし、ね、生かすこともないだろうしね。おえ、であと鈴木アンジュさんだって、すごいね。すごい。いや、鈴木アンジュさんって何度も言うけど、うん、俺たちの世代のもう、なんだろう、うん、憧れだからね。そうよ、だから我々が中学とかね、高校の時にやっぱトレンディードラマと言われているドラマはもうほぼほぼ出てたもんね。あー、なんか乱暴なこと言うけど、飯食いに来てえな、鈴木アンジュさんと。乱暴だな。なんとか、なんないか、春日と。春日と俺と鈴木アンジュさんと萩原雅人さんで飯食いたいな。萩原雅人さんは分かんない、分かんない、うん、鈴木アンジュさん、いや俺らの世代と憧れじゃない、うん、そうだね、うん、鈴木アンジュさんとはいけるだろうけど。いや大丈夫か。3人で萩原雅人さんは分かんない、その4人で、うん、春日が抑えた店で飯食いたい。いけるかな。うん、麻雀やりましょうって言ったら萩原さんもいけそうだけど、ね、そうね、麻雀なら萩原さんはね、私できないけど、おーおー4人で雀荘行きましょうって言ったら、はい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 、萩原雅人さん行ってくれるか分からんけど、おー、いや本当すごいよね、鈴木アンジュさんが。そうな、特別インタビュー、ね、でも日向坂でも3人とも怪しいな、本当に聞いてるかどうか怪しい。そう、でも加藤さん言ってたよ、まあ、松田君だって聞いてるわけだしさ、大体目で分かるから。YouTube 撮影今年はしてる中で、ああよく街の人にね、リスナーが見る目と、うん、テレビでちょっと知ってるぐらいの、その目の色が違う、はいはいはい、やっぱり俺を見た時に。なるへそ、やっぱりちょっとハッとしてくれるよね、そう聞いてる人はね、聞いてる人は、おお若林だとかじゃなくて、はっ若林さんみたいな感じ。まあ分かる分かる、あるけど、ね、もう3人はでも言ってんだから、リスペクト感じないけどね。まあね。いや、とにかく受けてくれたでしょ、インタビューはね。すごい豪華メンバーだ ね。向井くんとか何話してくれてんのかな。これは楽しみだな。成田凌さん、うん、インタビュー受けてくれたんだ。いや、いいね。すごいね。成田凌くんがね、受けてくれたら、だいぶ、これだけでもだいぶ迫がね。いや、そうだな。だいぶつくよ。おお、やっぱアバちゃんとかとはね、やっぱりわけが違うからね。アバちゃん何喋ってんのがすごいちょっと楽しみだな。アバちゃん、そういった意味じゃアバちゃんが一番気になるよ、ね。だって、なんかアバちゃんぐらい、うん、テレビで自分出せる人聞く必要あんのかな、このラジオ。いや、本当だよね。いやー、これ、この本のこのインタビューのメンバーみんなめっちゃ楽しみだわ。うん。ずっと聞いてくれてんだな。普段は会話しないけどな。日向坂の子たちもな。いやいや、そうね。うん。ありがたいね。いや、そういうことだよな。うん、言えない子もいるんだろうな、だから。まあ、そうなんじゃない？なかなかこう。うん。
言い出せないっていうのが。この間なんか、ミーパンがリトルトゥースの T シャツ着てて、俺びっくりしたんだよな。ミーパンって聞いてなさそうじゃない、うん、うん。ラジオ聞いてなさそう。そうそうそう。我々のとかじゃなくて。俺たちのとかじゃなくて。うん。ラジオにそんなにね、アンテナ、うん。あれさ、やっぱさ、うん、いや、まあでもキャプテンとかで、でもさ、どう、俺たちが、うん、あれやっぱり中高生の時、俺らもそうだけど、うん、中高生の時見てた人に会うってやっぱ違うやな、うん、たった6年のところで。いや違う。な。やっぱりこう、あっていうね。うん。一回このぐっとさ、うん。構えるというかね。うん。息飲むところはあるよね。うん。うん。鈴木アンジュさんとかも中高生の時のあのドラマとかでめっちゃ見てるからな。うん、その後も出られてるけど、俺たちが一番ドラマとか見る。いや、そうよ。時の感じだもんな。うん。うん。そうね。あとはなんかもりもり食べ野菜だよね。なんかその、あの、うん、お店どこにするの？そう、萩原正人さんと鈴木アンジュさんと俺と春日のご飯会の。うわー。うん。うわー、どこがいいかね。石田ひかりさんも来てくれんのかな。それはもう一応呼んでもらってさ、一応呼んでもらってっていう言い方がおかしいけど。当時のドレンディドラマ同窓会じゃん、そうなってくると。で、俺もそう、バカみたいな質問するからね。うん。何、何聞く？どんな感じだったんすか？いや、バカみたいだな。うん。現場とかずっと、どんな。で、だから、うん、キャプテンとか、一期生とかまでは、日向坂は、ギリギリ M1 とか見たことあるぐらいなのかな。でも、もっと若いのか、あの人たち。ああ、でも、でもキャプテンとかはある。全然、全然そうじゃって。15年前ぐらいだ。全然でもないよな。だって俺たちって M1 何年前よ、もう 10?15 年前。15年前だったら、だって10歳とかじゃん、うん、じゃあ。まあ、だから、バラエティを見たりするぐらい。10歳の記憶ってないよな。だからな。うん、でっていうのは、なんか4期生が、俺たちを見る目が、うん、渡辺リーダー見てるみたいな目だ。いや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 。それは、その、リーダーすごい人だよ。だけど、うん、俺たちからしたら、リーダーが、ネタやってた時期って、多分、小学生の低学年とかだから、あんまないじゃん、ネタやってた記憶が。まあ、まあだからそうだね。そういう感じなんだよ。前時代の。うん。そういう感じなんだよ。はい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 。お前もなんか、面と向かって言ってたことあるんだ、ヒロミさんとかに。なんか、ね、ネタ見たことないっすよね、うん、って。なんか、なんかのテレビでお前言ってたよ。なんか、うんうんうん、そんなに知らないみたいなこと面と向かって言ってて、俺、で、リビングで青ざめたんだもん。こいつ、こいつ、頭おかしいのかと思って。あんま死んならないんすよね、みたいな。若手の時だよね。ネタをだからすごいやってる。そうそうそう。時期は確かに見てないよね、リーダーとか、ヒロさんとか、我々であってもね。そう、だからラママで初めてリーダーに会った時、うん、すごいのは知ってるけど、なんか、リアルタイムの、それだともうその、うんそれこそクリームシチューさんとか、はいはいはい、なんかネプチューンさんの方が、うんうんうん、なんかうわークリームさんだとか思うじゃん、うん、爆笑問題さんとか。そうだねそうだね。うん、でもあリーダーが怖そうだなみたいな感じじゃん。知らないから、うん、今は凄さよりわかるけど。はいはい、その時はね。うん、うんうん、そんな感じだから4期生も日向坂の。ああ渡辺リーダー。だいつ我々を。うんうん。の見る感じが、うんうんうん、ちょっと知らないけど。で、だから全然構わないんだよね、俺たちは、それでも。だから、一期生とかが、接してる、うん、我々接してるのを見て、うん、あ、ちょっとすごい人なんだ、みたいなさ、そのなんかこう、うん、反射でさ、なんつうの？でもあんま最初からなかったか。小坂しか出してくれてなかったんだもんな、確か。ああ、そうそうそう。それから始まってるもんな、その流れがな。そうだね。うん。うんいやー、そうだよ。だから、なんかあんまネタ知らねえ、ネタとかって思わねえのか。俺のマインドで、うん、このぐらいの年齢離れた人だとしたら、うん、なんか知んねえけど仕切ってんな、みたいなさ。いや、そうじゃない。うん。うん。いや、そうよ。だっていくつだ十何歳。そうだね。うん。30とか下なわけだから。そうだよな。我々よりも30ってなってくると、誰とかになってくるんだろうな。そうだよな。いや、そうでしょ。うん。いや、そういう人たちと同じ。